51回目の優勝です。皆さん、今のお気持ち、皆様にお伝えください。ファンの皆さんの応援のおかげがあったんで、優勝できました。そうですね、今日曇ってなくて2台目指して行ったんですけど31しか出てなくて、しかも辰巳さんがすごいいいタイプ出してたんで、いやちょっとこれまずいかなって。はい、金子選手的にスタートは振り返っていかがでしょうか。まあはい、自分なりにも、はい、そして前節お話ししておりましたツッコミ師の症状というお話ありましたが、こちらはいかがでしたか。思想でちょっと来たんですけど、まあ、今回レースも大丈夫だったんで、まあ、そこは信用して大丈夫かなと思いました。はい、また車乗り換えておりますが、前のエンジンと比べて状態はいかがでしょうか。いや、なんかこっちの方が、乗りやすくて、今のところ感じはいいですね。はい、先頭に立ってからの車速はどうでしたか。そうですね、まあ、前節よりは乗りやすかったので、まあ、大丈夫かなと思います。はい、施設も今日乗ったエンジンで行かれますか。次節の G2 も今日のエンジンで行きますか。まあ、優勝できたんでとりあえずもうちょっとこのまま頑張って、はい、乗ります。ありがとうございます。見事1着でゴールしました。そのゴールした瞬間のお気持ちお聞かせください。いや、よっしゃ。そして次節がですね、6月19日からの神津浜松記念ということで、意気込みも踏まえて全国のファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、開催が続いてて、すごく疲れてて、でも体重落ちなくて、でもまあこれだけのお客さんが見に来てくれてるんで、まあ、僕たちも精一杯レースして、お客さんに楽しんでいただけるようにこれからも頑張っていきたいと思います。見事完全優勝を果たしました。金子大輔選手、おめでとうございます。ありがとうございます。それではただいまからオートレーストップ JP 杯浜松 RAS の優勝戦表彰式を執り行います。本日は浜松市長賞の授与がございます。なお今節は完全優勝でいらっしゃいます。まずはじめに池野護衛競技室長から市長賞の授与でございます。池野室長、お願いいたします。それでは賞状が贈られます。賞状、優勝金子大輔様、あなたは令和6年度第1回浜松オートレース優勝戦において日頃の成果を十分に発揮し、見事優勝されましたので、その感動をただいてお願いします。令和6年度9月15日浜松市長の中村祐介、おめでとうございます。おめでとうございます。続いて優勝カップが贈られます。それでは金子大輔選手、優勝カップをお持ちいただきまして、記念撮影のお時間です。まずは正面ですね、スタッフのカメラに出演をお願いします。なお金子大輔選手にはこのほか一般財団法人オートレース振興協会様から副賞として5万円分の商品券が贈られます。正面の皆様にメッセージをお願いします。それでは皆様、お写真はお撮りいただき